こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はフランチャイズビジネスの実際というね、えー、本を読みまして、まあ、フランチャイズで参加して全然儲かんなかったとかね、えー、騙されたとかいう話をたまに聞くんですけど、まあ何をやったらいいんだかわかんなくてね、えー、とりあえずフランチャイズってどんなものなのかなと見るというのもね、そういえば私も大昔やった気がしますけど、 まあ実際ね、えー、じゃあ今どれぐらいの費用が買かかって、まあ、どれぐらいの保険なんのかなっていうのをちょっと興味本文で昨日ね、えー、ビッグサイトに行く、えー、通販ソリューションのビッグサイトに行く途中で電車で本を読んでみました。ただね、えー、驚くほどや割に合わないじゃんというのがね、えー、分かったわけなんですけど、まず、ね、この FC ビジネスの実際ね、ね、えー 実際にこれぐらいの費用がかかって、まあ、こういう問題があって、こういう人が儲かってると、ね、なかなか他では見たことないような、まあ、わかりやすいその、えー、フランチャイズビジネス全般の話とかね、えー、実例、失敗例とかね、成功例とかをどうやって知ることができるか。ね、そういうフランチャイズの選び方をまあ真剣に、えー、書いた本で、How to Franchise というような本だったんですけど、ただね、フランチャイズって選択そのものがね、ちょっとあんまりどうなんだろうと思いました。 まずいくら稼げるか。ね。えー、夫婦二人で働いて年収800万が目標と。ね。年収800万が目標ですっていうことなんですけど、二人で働いて800万。ね。まあ、それも微妙な数字なんですけど、まあ、目標ってことはさらにね、これより低い場合が多いってことですからね。まあ、どうなんでしょうね。えー、私は正直、これはしんどいなと思いました。で、投下資金。ね。 まあ、800万ってことは、投下試験が少ないんだろうなと思ったら、投下試験はなかなかのもんなんですね。無店舗のフランチャイズで1000万未満。有店舗のフランチャイズと3000万未満が目標と。これまた目標ってことですからね。これより多い場合が多いんでしょうね。店舗を持たないフランチャイズでも1000万以上投資すると。ね。店舗を持つ場合は3000万以上投資すると。まあ、1000万だの3000万投資してね。で、夫婦で働いた800万って、 いや、それ、あの、どっか利回りのいい国の不動産買った方がいいんじゃないのかなと。まあ、不動産買って騙されるっていう問題はまた別にあるんですけど、それだけ投下して、さらに働いて800万と、ね、夫婦で働いてですね、まあ、すごいなと思いました。で、動線とか証券。コンビニがね、このフランチャイズの、まあ、えー、良いお手本らしいんですけど、コンビニってのは3000人、証券3000人で成り立つと。 で、店の前の通行量が1時間に200人以上。ね。車の通行量が1時間に400台以上と。ね。まあ、多いのか少ないのか、まあ、微妙な線ではあるんですけど、まあ、それぐらいあればやっていけると。ね。まあ、ということはですね、えー、つまり、夫婦2人で馬車馬のように働いてですね、 まあ、それは馬車もね、働きますよね。慣れない人を使ったり、バイトを使ったりっていうのでやるんで、バイトとかね、えー、なんだかやめちゃったり、あまあ、休んだりね、えー、人が見つからなかったら、その分、全部夫婦でカバーしなきゃいけないわけですから、まあ、えー、ずっと働きっぱなしみたいな感じになるでしょうね。で、しかも、1000万あるいは3000万以上という大金を投資して、で、まあ、わずかな証券にね、えー、ライバルが出現したら、はい、それまでよと。ね、これ、あの、 コンビニが3000人で成り立つってことなんですけど、まあじゃあギリギリね、3000人クリアしてるとこで始めて、コンビニの例で言うとね、セブンイレブンで始めたらね、ローソンットファミリーマートも来ちゃったよと。で、なぜかセブンイレブンがもう1店舗来ちゃったらね、3000人を4店舗で分けるわけでしょうね。まあ当然そうなりますよね。まあそうすると全然売り上げは目標があれになると。まあ実際そんな風な話をね、えー セブンイレブンなんかの話では、えー、本で読んだことありますけど、まあ、実際店のね、えー、様子を見てても、この地域コンビニやたら多いねというところありますんでね、えーまあ、そういうことが起こると。まあ、コンビニで言うとそうですし、コンビニじゃなくてもね、儲かったっていうと、どんどんフランチャイズ増えますんで、同じような状態になると。これはね、私にはとんでもなくハイリスク、ローリターンに思えます。それに比べるとね、 やっぱアマゾン使った輸出ビジネスって、まあ、比べるのもどうかと思うんですけど、比べるまでもなくね、全然有利と。まずいくら稼げるかですけど、まあ、夫婦どちらか一人、ね、これ逆に二人で一緒とかに協力してなんかなかなかね、えー、うまくいかないんで、どっちか向いてる方が一人だけでやった方がいいです。まあ通常はね、えー、まあ旦那が働いてればそのまま旦那が会社に勤めて、 ね、奥さんが宣教師婦だったら奥さんがね、えー、パートを辞めて Amazon、えー、して取り組むというのが一番、えー、うまくいくまで気楽にいけますよね。えー、奥さんの、ね、月数万円のパート代が入んなくなるだけで、えー、数ヶ月で Amazon の収入がそれを超えるということになるでしょうし、もしそうなんな,なかった場合はね、またパートに戻りは元通りというね、まあリスクはほぼないだろうという感じです。でしかもね、 本業で取り組んだ場合は、ほとんどの人が月収100万円を超えてます。で、これ、ぶっちゃけ月収100万超えるかどうかとかね、いくら稼げるかっていうのは、アマゾンビスがどうのこうのとか、私の教え方がいいとか悪いとか、まあ、少しはそれも関係あるかもしれませんけど、えー、ご本人がね、えー、今まで稼いだことあるお金、あるいはね、えー、どうしても必要だと、ね、稼がなきゃいけないと決まってるお金は大抵稼げます。で、 フランチャイズなんかだとね、シェアを分け合うとかね、えー、もう数字がきっちり出てるんで、もう達成できないものはどう頑張ったって達成できませんけど、アマゾン輸出の場合は、もともとでかい市場に取り組むんでね、えー、稼ごうと思えばはっきり言って相当稼げます。で、投下資金。これはね、えー、まあ、独自のノウハウ、ね、えー、逆にあの自力でやっても、まあ、大抵今のアマゾンはもううまくいかないです。 えー、これをやったらこうなったっていう事例をもとにね、やっちゃまずいこと、やった方がいいことをやらないと、えー、儲かんないです。都市空権で頑張ればなんとかなるって感じでもないんでね、まあ、サポートを受けた方がいいんで、まあ、えー、私のサポートを受けた場合で、半年間サポートついて55万円。ね、これ7ヶ月目以降は月額1万6000、ロイヤリティとかそんな一切ないです。これだけで、えー、サポート費用は賄えると。であと、仕入れ資金が20万。まあ、20万は、 最低欲しいですねただこの20万っていうのもキャッシュで20万なくてもね、初めに持ってる不要品とかね、身の回りのものとか、趣味で集めたものとかね、それを売ると大抵20万以上の収入になる場合が多いです。だからね、もう、何ですかね、仕入れは持って,るて持ってて使わなくてもいいものを売るだけで仕入れ資金ができちゃうことが多いんで、まあ、サポート費用の55万だけ用意できれば始められるという感じですかね。で 銅、まあ、線とか証券、これでかいですよね。何しろ、えー、さっきのね、えー、目の前を1時間で200人通るとか、車が400台通るとか、そういう次元じゃないです。もう桁が全く違います。えー、アメリカ本土のね、えー、3億人じゃなくて2億人ですね。あるいは英語圏の7億人がターゲット。Amazon.com の場合、それがターゲットになります。さらに、 ね。えー、いいことばっかり言ってもないんで、まあ、もし向いてなかった場合、うまくいかなかった場合の話なんですけど、これフランチャイズ入っちゃったらね、えー、フランチャイズ入るときに会社辞めてるでしょうから、もう,もうどうにもなんないですよね。もうそうそう辞めるっていう、えー、選択肢もなくなってると。何しろ辞めるとね、えー、違約金が発生することも多いですし、まあ、少なくとも初めに投下した1000万だの、3000万だの、あるいはそれ以上の金額は戻らないと。ね。 まあ大変なことですよね。まあその点、アマゾン演出はね、副業で始められます。別に誰かが辞める必要ないと、ね。まず副業で始めて、あ、これは儲かるねってなってから本業にすればいいわけですし、まあ実際そうしてる方が多いです。で、まあ副業で始めるわけですから、向いてないと分かったらですね、辞めれば別に誰にも迷惑かからないと。まあさっきの例で夫婦の場合ね、えー、主婦の奥さんがパートを辞めて始めた場合には、 まあ、またパートに復活すれば元通りという形で、まあ、これはローリスクハイリターンですね。まあ、ほぼリスクがないと。ね。間違えて変なものを扱っちゃったりなんだりしたらね、その分はリスクになりますけど、まあ、そういうことがないようにそれはサポートしますんでね。まあ、少なくとも最低限向いてませんでしたねという時には、やめればそれでえ何もダメージはないと。まあ、なのに、稼げると。 ね、稼ぐ人はね、月100万どころか1桁多い1000万以上とかね、普通に稼いでますし、売り上げで言ったらね、えー、まあ、年間、年間じゃなくて月間1億以上売ってる方も結構いらっしゃるそうです。まあ、私のサポートをしてる人だね、月間1億円超えてる人はいませんけど、まあ少なくとも、やっぱりアマゾン輸出っていうポテンシャルは、まあそれぐらいのポテンシャルは十分持ってると。で、さらに、これからね、えー、先進国でありながら、 先進国とは思えないね、貧弱な品揃えで、なおかつ一人一人の収入が高いというね、オーストラリアという、まあ、本当に、えー、美味しい市場が、えー、始まります。アマゾンオーストラリアの物販開始というブックチャンスが待っています。ですからね、えー、すぐに始めて、どれぐらい儲かるか可能性を試さないのはもったいないです。ま,あ、まだね、サポートを受けてない方は、この機会に、えー、サポートを受けて、まあ アマゾン室始めることを検討されてはいかがでしょうか。こちらのね、メールセミナー、クリックして、で、メールアドレスとお名前を書いてですね、登録するボタンを押すと、アマゾン室、まあ、どういう考えで私がサポートしてるか、まあ、ストすめア,アマゾンがいつ始まるか、ね、やっちゃいけないことはどういうことか、気をつけた方がいいのはどういうことか、そういう情報を無料で配信してますんで、チェックしてみてください。 以上、天板アカデミー堀秀夫でした。